人間を守るために作られた2体の人形が機械の敵と戦っていました。女の子の名前は 2B、 前線で戦うとても強い戦士。男の子の名前は 9S、 2B を後ろから補助する分析に優れた兵士。二人が組んで戦えば叶う敵はいませんでした。しかし 9S には密かな願いがありました。繰り返される終わりの見えない戦い、こんな世界から 2B を解放したいと。ある時二人は索敵情報をもとにぽっかり口を開けた鍾乳洞の中を進んでいきました。出てくる敵を次々と倒しながら、二人の通った後に動いている機械の敵はいません。深い深い洞窟の奥、情報に記されたその場所は暗く、物音一つ聞こえません。一歩踏み出そうとしたその瞬間、真っ赤な光が二人を包みます。 9S は自分の失敗に気づきました。仕掛けられていたのは電子迷彩、隠れていたのは数十体の機械生命体。その中央で 2B が叫び声を上げました。ウイルス、それは人形たちを蝕む兵器。 2B の目が汚染で赤く光ります。状況は最悪で、戦線離脱が最も優れた選択。 9S はその道を拒絶します。それは 2B を助けるため、それは 9S の生きる意味。汚染される心に必死で飛び込みました。2B の心の迷宮、その扉を開ける 9S は奇妙な光景を目にします。緩やかにうごめく 2B の記憶の中に自分の姿があったからです。鉄の森で、冷たい海で、熱い砂漠で、それは覚えのない風景。繰り広げられているのは 2B が 9S を、自分を殺す記録。何度も何度も。そして殺される回数と同じだけ出会いの記録もありました。ナインズという愛称で呼んでほしいと伝える記憶も、何十何百と。2B の汚染を除去した 9S、 予想外の反撃に崩れた包囲網の隙をつき、二人は脱出をします。遠隔で任務完了の報告を済ませた 2B、 ダメージを負った彼女を支えて歩きながら 9S は考えていました。 2B に殺され、記憶を消去され、
また出会うのはなぜだろう。その答えは霧の中にあり、 2B に聞きたい言葉も見つかりません。でも彼女の記憶に残るのであれば、この自分が彼女に記録されるのならば、何度殺されても悔いはない。繰り返される二人の運命は螺旋のようで、その糸にすがりつきながら、ナインエスは暗闇を歩き続けました。